ロシアが核ミサイルの演習の動画を公表したっていうことで、まあロシアは核兵器あるんだぞと、そういうメッセージがあるのかなと思うんですけど、しかしその動画に出てくるロシアの兵器っていうのがあまりにも全時代的で、今のテクノロジーとなんかマッチしないんですよね。昔の風に見えると。それが興味深いなと思っていたんですけど、なんかものすごく茶番なように見えるっていうんですかね。そんなんで戦いになるのかと。 いうふうに思っていたんですけど、そこからもうちょっと考えてみて、なんであんな古い、多分シンプルな装置ですよね、あれ多分。現代のそのテクノロジーのタッチパネルみたいなのの複雑さに比べてだいぶシンプルだと思うんですよね。メモリも少ないと思うんですよ、その、なんて、精度が悪いっていうんですかね。細かいとこまでこう決められないと思うんですよね。だから、チグハグっていうんですかね。 あんなレベルでもいいんだと、動画自体がっていうことですよね。あの動画を公表しても、世界っていうのは何も疑いを持たないっていうことですよね。だから公開してるんだと思うんですよ。疑問を持たないっていうんですかね。あんなんで核兵器本当に飛ばせるんですかってなってくるっていうんですかね、普通。でも、そういう嘘臭い動画が出ていると、本物っていうことでっていうことですよね。これを考えてくるとなんですよね。じゃあなんであんな嘘臭い 練習の映像だったとしても、ロシアは平然としていられるっていうんですかね。そ、それで渡っていけるのかっていうことですよね。これ単純に核兵器だからっていうような気がするんですよね。これあの、宇宙技術ですよね。と、核兵器のコンボ。これがあったら、もう終了っていうんですかね。どんなに、こう、 雇用が大都市に、まあ、ロシアならニューヨークとか、アメリカやったらあのモスクワとかに、核兵器一発、ドンとやってしまえばもうその時点で戦争,戦争終わってしまうと思うんですよね。っていうかそうならないと思うんですよ。あの <laughs>、だから使えないものなんですけど、ゲームはもう終了してしまうっていう、そういう概念ですよね、核兵器。 持った方が絶対有利なんですよ。持ったらその時点で、それ以外の兵器の性能はもう問題じゃなくなってしまうんですよね。これロシアのこの演習の風景を見たらもうわかるというか、あんなにこんな古い装置でも核兵器っていうことだから通用するってことですよね。我々は核兵器があるから別に兵器が古くても一発行きますよと。来たら行きますよと。 示せるっていうんですかね。だからそれがあればもう終了なんですよね。で、あと宇宙技術ですよね。宇宙まで飛ばしてしまって、そこから核兵器を落としていくっていうやり方だと、もうミサイル追いつけないですよね、全然。なんせ時速2万何キロまで加速できるので。ミサイルなんかでは全然撃ち落とせないと。だからこのロケット技術と、その核兵器っていうものがあれば、まあ、終了っていうか、 そこを攻めることが一切できないようになるっていうんですかね。だから日本も、あの、僕は、そういう、そういう方向に行けるなら行った方がいいと思うんですよね。まあ、あの、何が、そういうことを言い出した政治家がいたとしたら、どうなってしまうのかわからないんですけど、実際になくてもいいと思うんですよ。そのもの自体は。ある不利っていうんですかね。ありますよ、と。うちもありますよ、と。 日本も今まで黙っていたけど、なんて言うんですかね、こう、完全シークレットの組織がずっと研究していましたと。アメリカにも、日本国民にもバレていませんでしたと。しかし、開発はしていたんですということで、嘘の映像をこう、作って、こういうところで作ってましたと。その C、なんて言うんですかね、CG の出来栄えの、あの、レベルってあんまり関係ないんですよね。 そういう事実さえ出してしまうっていうんですかね。うちも作ってたんですよ、実はと。アメリカさんいい加減にしとかないとと。黙ってたけど、これうちもあるんですよと。で、衛星飛ばす技術うちもあるんですよと。こういう風になったら、かなり有利な状態になると思うんですよね。そんなにお金かけなくていいっていうんですかね。はっきり言って核兵器と宇宙技術があれば、 多分、戦闘機とか、船、戦艦。まあ、船はいるかもしれないですね。戦車とか、でも全然いらないと思うんですよね。もうその時点で、いくら軍隊バーって出すぞとか言っても、いやもうロケット飛ばしてしまいましたと。もう宇宙に今ありますと、いつでも目的地に落とせる状態の衛星軌道に乗ってますと今。いつでも起動させれますと。言ってしまえるんですよね。CG でやってしまえば。 これやってしまったらいいんじゃないのと思うんですよね。なくても。<laughs> その実態はなくても。そうやって報道してしまうことが、それが既成事実になっていくっていうのがこの世界観だと思うんですよね。ロシアのあんな古い技術。あんなんで、現代の兵器が飛ぶとは思えないんですよ。あんなコントローラーで。でも成立してるんですよ。この軍事演習は核ミサイルの軍事演習ですよと。あんな古い技術で危ないですよね、あんな。なんか配線ミスとかで <laughs>。 間違ってミサイル飛んでしまったらどうすんのみたいなロ。ロックパスワードとかも全然なさそうですよね。怖いですよ、あんな。の、アナログすぎてっていうんですかね。でもせいいんですよ、それで成立してるというか。ロシアは核兵器持ってるんだと。あれぐらいの映像のクオリティで世界はそのように動くっていうんですかね。それを考えると、日本が現実として核兵器を持たずとも持ってるかのように装うだけで、 僕はいいと思うんですよね。<laughs> これぐらいだとできるんじゃな,なかろうかと、思うんですけど、かなり妄想的な話でした。<laughs> 以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。